おい田中なんかあれだぞ、ラスト3対1とかになったら中野殺していいぞ。お3対1になったら中野殺せ。そう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 、それでいい、それでいい。これはもう、おめえだから顔出すなっつってんだろうがバカがよお前。寝っ転がるな、動きながら動けよ。あー逃げた。あの木の手前、うまい、あーうまい。あーこれも任せるわ、あとはおめえらに。俺が口出しできんのもここまでだ。ちょお前ら3人力合わせてよ、ドンカツ取って、俺ともう一回やろうぜ。これ相当厳しいけどな。いや降りるしかない、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 降りるしかない。頑張れ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 、ナイスお前、最強最強、今のナイス判断。今逃げても終わってたからね。で回復だけ取って残り1分、ナイス中さん、回復だけ取って多分2人だよな。いや今よく打ち勝った、あいつらあれだよ、おめえらが打ってたやつだよ。残り13人いけるぞお前ら、お前らマジで勝て、見せつけろ俺たちがこの負けまさかの、ここでまさかの田中運転、ちなみにここでまさかの中野運転、果たしてこれは吉と出るのか凶と出るのか。今まで散々さ、おっとなっと田中がここで見捨てた、田中が、おっとここでなんと痛恨の、中野痛恨のミス、中野痛恨のミス、これは痛すぎる。田中ナイスアンダー、お前に任せた、我々のチームの命運は田中直樹に委ねられました。ここは田中直樹いい判断、絶対にやると思いました。僕も解説の加藤純一さんいかがでしたかね。いやー中野はね、ああいう風にね褒めるとすぐねやっちゃう男なんですよ。これはあまりにも鬼畜、あまりにも鬼畜。中3の魂が浮かばれね、おい絶対勝ってない、車で行けるわけねえだろうがこの断崖絶壁バカがよ、お前脳みそついとんのかお前は。くっそー、頑張れ田中、お前田中頑張れ。うわ嫌な予感してたんだよな、あいつが運転って決まってから。